そう。あ、でね、これちょっとね、ちょっとふぶみよ情報初出しなんですけども、実はなんですけども、ミオからなんかね、ふぶきこれあげるってプレゼントもらったんですよ。ミオがさ、すごい、会うたび会うたびいろんなものくれるんですよね。前も収録の時に、これ美味しいから食べてってお菓子もらった。さつまいものお菓子もらったりして。ミオいろんなものくれるんですよ。会うたび会うたびに。いろんな美味しいものとか。そう。まあまあ。まあ、その時に、ミオと会った時に、まあこれあげるってなんか箱を取り出してきたんだよね。箱を。え、なんだ箱と思って。そう、まあ今日ちょっとお買い物とかいろいろね見て回ってた時に、これすごい吹雪にいいなって思ってうち買ってきたんだよって、開けてみて開けてみてって言うので、まあ、その場でちょっとね、あ、じゃあごめん開けさせてもらうねって、開けたら指輪が入ってたっていう。まさかミオから指輪もらっちゃったもうミオから指輪をもらってさ、プロポーズかと思っちゃったよね一瞬。え、もしかして白髪ここでミオに告白されるのってドキってなっちゃって。でもすごい綺麗で、なんかね、宝石のついた指輪だったんですよね。で、これ何の宝石って言ったら、これはねーって、これはね、ガーネットなんだよーって。で、ガーネットの意味っていうのは、友愛とかってのがあるんだよって、そう、うちと吹雪にいいかなって言って、おぉ、もう、好きーって。好きーって。そう。なんか友愛とか、なんか繁栄とか実りとか、そう、なんか変わらない友情みたいな。うん。はぁーっつって、ドキーってしちゃった。なんかね、ミオーンが最近、なんかすごいそういう宝石系とかもハマってるって。前にね、二人で、その宝石店見に行った時もあるんですよね。で、その時に、白神も石詰め、瓶詰めとかやったりとかしたんですけども、そうそうそう。最近なんかミオーンがね、そういうのにも好きみたいな感じで、うん。でもね、後から聞いた話だと、スバルちゃんにもあげてたらしい。指輪じゃないけども、なんかね、スバルちゃんにも、なんかアクセサリー系をプレゼントしたらしいって。みよーって思いながら。でもね、スバルちゃん的にはね、ちょっとスバは、そう、みよ社と、うぶき先輩の子供だから、つって言ってて。おー、よちよちと思いながら、そう。なんでね、白神とみよんが結婚して、スバが生まれましたと。そうね、末っ子にあやめちゃんがいます。